はい、こんにちは。おうちで簡単シリーズ第3号。今回は中華料理の中でも家庭的な一品、きゅうり卵炒めを紹介します。僕は仕事の都合で中国の大連市に住んでおりまして、中華料理を食べる機会が本当に多いです。もともと食べ物の好き嫌いはありませんでしたので、中国ではこれが食べられないというものはありませんでしたが、やはり食文化の違いに驚きを隠すことはできませんでした。今日紹介するメニューを初めて見た時も、きゅうり炒めちゃうの？うわー気持ち悪い、なんて思っていたのですが、一口食べてみるとこれがまた美味しいんですよ。今となってはきゅうりを炒めたりスープに入れたりいろいろです。それでは中国の家庭の味を早速作っていきましょう。材料です。卵、きゅうり、鶏ひき肉。調味料は味付き塩コショウと鶏ガラスープを用意しました。今回も分量を考えずに豪快にいきましょう。材料が揃ったら調理開始です。撮影に使った肉が冷凍したものでしたので、切ってほぐします。今回は鶏ひき肉を使いましたが、豚肉でも美味しいですよ。次はきゅうりを切ります。切り方は何でも大丈夫です。次は卵を溶いておきましょう。フライパンを火にかけて油を敷きましょう。温まったら鶏肉を投入します。これをやっちゃうとせっかくの油が全部飛んでしまうんでしょうかね。肉に火が通ったらきゅうりを投入します。よく混ぜましょう。ここで味付けです。味塩コショウとガラスープを入れて混ぜます。溶き卵を投入します。卵がある程度固まったところで混ぜていきましょう。最後は盛り付けです。はい、完成です。出来上がりはこんな感じになります。お家で簡単きゅうり卵炒め、いかがでしたでしょうか。本当にお手軽な一品ですので、一人暮らしの人にもおすすめです。ちょっとしょっぱく味をつければご飯がいくらでも進むと思いますよ。これからもどんどんお家で簡単料理を作っていきたいと思います。チャンネル登録がお済みでない方は、右上にあるアイコンをクリックして登録していただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。さようなら。